はい、速稼塾の久保です。今回のガチンコマッチョクラブはマスターのですね、ミスター M さんが長渕剛さんのステイドリームを紹介してくださいました。まあ、この歌詞に込められたね、一つ一つのワードが私たちの、まあ、励ましとかね、胸を打つわけなんですけども、まあ、ここでね、ちょっとね、ガチンコマッチクラブのミスター M さんにちょっとお尋ねしたいことがあるんですよね。まあ、一つはですね、まあ、こういうふうな歌に励まされて、いろんな困難を突破していく精神が、おそらくですね、私たち40代世代とか50代には結構あると思うんですよ。その根性とかね、努力とかっていうものがね。ただまあ振り返ってみると、筋トレね、筋トレをしながらもなかなかうまくいかなかったり、困難にね折れやすかったりとかですね、まあ一言で言うと継続することがなかなかできなかった世代でもあるのかなと思うんですよ。やっぱり片っぽでは努力、そして、まあ、根性があると、魂がこもってるはずなんですけども、片っぽではやっぱり継続することがねなかなかできなかったりするんですよね。これは なんでなのかなと、まあ、私なりに回答は出てるところがあるんですけども、ミスター M さんなりにね、継続が困難なわけっていうのはどういうところにあるのかなってことをね、今回教えていただければ、ミスター M さんなりのね、見解をいただければと思うんですよ。まあ、筋トレをしてもね、何度も挫折してしまう方とかいると思いますし、まあ、私たちもね多分そんなことがあったと思うんですよ。そんな時どういうふうにね自分を励ましてきたのか、どういうふうに壁を突破するために工夫してきたのかってことですかね。まあそういうことかなと思います。まあ、私はですね、私の考えなんですけども、継続は基本的にもう不可能だと思ってるんですよ。何もしなければね。だから継続しなければならないような状況を整えていくことかなと思うんですよ。例えば私の場合でしたら、もう目標をね、バンとね、この YouTube に発信したりとか、もう誰かに言うわけなんですよ。YouTube じゃなくても。本当にね、そのそばにいる人に、3ヶ月で10キロ痩せてみせるぜ、みたいなね。こういうことを言うことによって、自分のそのターゲットをロックするんですよね。まあそうするとですね、まあ言った以上は、誰かに評価されてるなって思いがあるんで、だんだんとね、そっちの方に向かっていくような気がするんですよね。まああんまりその周りの人は気にしてくれないのかもしれませんけども、そういうふうにして、まあ、自分をやらなければならない状況にまず追い込んでみるっていうことを私はしてみますけども、ミスター M さんの場合はいかがでしょうか。まあでもね、ミスター M さんのねボディを見てみると、かなりギュッと引き締まったような感じがしますけどね。また筋トレ動画の方を上げてみてください。それでは今回は以上です。